とすべて被災地へ届いていると思います。まだまだ長く復興はかかると思いますが、移動式神楽舞台を作りましたので、あちこちの町へ行き舞うたびに震災のことを思い出していただいて、一番欲しいのはお金だそうですので、ぜひとも物産を毎回売りますので。にせずに何で丸にしたの。紙じゃつまんないですからね。誰が作ったら紙ですからね。そうか、うん、誰がやっても一緒ですから。紙じゃ寸法を決めちゃえばもうそれだ、機械でもできますからね。今の時代ね、うん、それじゃつまんないですよ、ね、この人本気なんだ。お金ただだからってそういう考えじゃなくて、これバラすんだ。そうか、確かスケドにお茶室を2年前に作っていまして、作り始めてまだ完成には至ってないんですけど、仕掛け待ち合い作ってる途中で震災になりまして、一旦ちょっと中断して、でボランティアの活動をしたり。みんな勘違いしてるんですよね。わざわざ来ていただくのに単価でどうするんですよね。大体あれで組んで、ベニヤ引いて、それでまあ一日でバレますよね、簡単に。それじゃあこう申し訳ないですよね、何百年も伝えてる神楽に対して。組み外すときに、木なのでこう刃物が切れてないとこう構造がポロッと取れちゃうんですよね。そのやっぱり刃物を切らして作らないとダメなんで、なるべく丁寧に目に研いで刃物を切らして構造の中にツルツルにして。保存っていうのは要するにこの穴側の方ですね。で、保存もなるべく難しい保存にしないで、至って簡単な保存にして組みやすいようにするのと、外しやすいようにするのをして。杉本の仕事場は東京なので、市民が提供してくれた足利の工場で住み込みで打ち込んでいた。ご苦労さんです。ご苦労ご苦労。いやいやいや。すごいじゃん。あ、いいです、いいなんだ。岩手の花巻市、大波佐間町から代々500年続く早知根大津内神楽座長の佐々木隆がやってきた。もう文句で言わない。満点。言葉なくなっちゃう。当初は杉で作る予定だったが、佐々木のヒノキがいいんだがなの一言で杉本らは奔走した。問題マジヒノキが贅沢すぎるじゃん。全部ヒノキですね。やってみよう。じゃあするか。ただし回らないですか。一回しないですか。人前しないんですか。じゃあ茶箱を作ったんですよ。アルミと目線のその柄で、でそれをお披露目する方々、見るのも兼ねてちゃんと茶会を。木村と佐々木隆との出会いは2010年ロシアのエルミタージュ劇場であった。神楽初めて見て、日本から神様来てましたねって言ったら、そうか、見えたかっていう話になって、もうブラボーで全員スタンディングオベーション、アンコールなんか出ちゃうわけ。神楽見て日本人とロシア人がこんな仲良くするんだったらば、いや国境を越えた平和を作るには神楽しかない。それからまたハマって、毎月毎月2回ずつで、さまざまな岩手県で回れる神楽を毎月。2010年10月、名船を着て足利を元気にしようと足利着物ガールズを結成した。引っ張りだこの人気に
対応に追われる毎日だ。ね、その安ければいいってわけじゃないから、うん、そのみんなからいただいたお金で作るのに、電話とかなんか紙じゃ分かんないから会って話を聞いて趣旨を説明してそれに賛同してくれる材木屋さんから、木村と杉本はわざわざ奈良県吉野に軽トラックで買い付けに動いた。たまたま紹介していったところが足利学校に木を納めた材木商で、足利がなんかご縁がありますねっていう、そのこれこそ神仏の導きだって向こうの人も言ってくれたんですよ。これの間は全て自分の仕事をストップしてるので収入ゼロなんですよ。まあでも紙のご加護があるって言ったから、そうです、そうです、勘弁してください。そうそう、いやいや、これをフランス持ってって佐々木隆が待ってブラボーっていうのをやって、ここがね、ですからこういう風にお客さんは入ってもらう。北に、大様の北にクワカンカットというお店があるんですよ。もう知らない顔してますよ。元教員の高橋芳雄、大掛かりなイベントや人心掌握術はお手の物だ。約2年越しの準備が完成してあと10日しかないという時期に迫りました。その芸術ともに出来上がるヒノキ舞台に立たせていただく光栄をかみしめて今おります。本当に疲れてると思う。だけども元気にしたいという気持ちはあるけれども、その扉を開かねばならないでしょう。自分で神様が開けるのがちょっと難しそうだから、ここは一つ神楽の力を持って扉を開きたいというふうに思って、そうすれば必ず世の中に明るくカッと光って、本来持ってるいい気持ちがね、素直に出てくれば、あの震災の復興も進むし、それだけじゃなくて土地も人も癒されて、力がもう一回よみがえってさ、みんなで一緒に。今日はあのもうお昼になりますので、いいよ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 、なんなんだこれ。木村がポスターの大事を頼んだ根岸紀美子を訪ねた。やっぱりあの早爪神楽の中のもうあの殻をくぐってきて、これから輝いてほしいっていうね、こんなことあれすることによってそういうなんて頼むってこういう感じの、そうなんです、祈りなんですね。私はあのこれはね、でパンってやったのはね、本当にそのお願いだったんです。それであの神楽の楽っていうのはね、草書と天書との混ざりみたいなもんだっていう、まさにそれを抜きにしてこう神楽がこう踊ってて楽しんでるね、こういうんですよね。あの私実際にあれじゃないんです、小さい時のイメージ機ないもんですからね。でこういう踊ってるこの姿を描きたかったのね。ちょっと待って、ちょっと待ってね。これ抜いちゃおう。ちょっと待って、これ抜いちゃいます。下も。ちょっと待ってね。はいはい。これ一番上にしてください。一番上。いよいよ表舞台に登場の日です。市民が慕う万奈寺の境内で設営できる誇らしさを感じていた。当初の杉の予算150万からヒノキに変えて300万円に膨らんでいた。ただいまの金額が288万円まで来ました。当初は
まあ絶対集まらないんじゃないかとか大変なことになっちゃったねみたいな話だったんですが、私は絶対日本人の心意気にかけておりますので、間違いなくもう300万というかもう3000万ぐらい集まるんじゃないかと思います。よしずぶきの屋根は現場合わせなので、日没までには何としても完成させたかったのだが、無双窓って言うんですけど、板がこういう互い違いになって閉めたりもできるし開けたりもできる。床板を鳴らすスピーカーボックスなのです。うわー、ピシッと入った駆けつけたよ。そうボードとか何も知らず来たらこう なんかさ機関車トーマスのさ、はい、じゃあお疲れ様でした。木村の大雑把さと的確な方針は仲間を引きつけた。活動センターに三陸復興カレンダーを買いに行って、たまたま木村さんと出会って、最初に木村さんが神楽やるって言い出した時も本当かなって一瞬思っても、次の日にはもう面白そうだからついていこうっていう。50キロ離れた下野市から通ってきていた。こんな愉快な仲間がいるんだったら通うに値するなと。もう旦那そっちのけで通うようになっちゃいましたあのもう一口待ってますけど今299万に記念すべき目標が一番だから。そうだ入江は子ども会活動など町の顔役、困りごとや宴会係はお手の物。酒を飲まない中澤は宴会中でも仕事大変だよ。ほとんどみんな知りませんけども、朝から晩までパソコンに向かってやってましたからね。神楽っていうあの素晴らしいものに出会って、なんとなくやってるんですけど、なんか引き込まれる魅力があって。0時を過ぎ、開幕まで10時間を切った会場では椅子配列の最終調整が続いていた。最初は正直本当にできるのかなって、以前から木村さんが発したことでやんなかったことっていうのはあんまりないんですよ。山井は百貨店勤務だが事務所に常駐、保健所対策に奔走した。こちら毎日来てたね、うちにね、まあ、非常にグレーな部分がたくさん正直あったんですよ、外でやるってのは特に非常に厳しい問題で、保健所が来たらもし来た場合の対策なんてしたんですけども、これでもし雨が来たら私の責任ですので変なとこで外してみよう長々と準備本当にありがとうございます。ご苦労様です。まあ雨降ってもよし晴れてもよし、木村の奇想天外な挨拶が始まった。なのでとにかく濡れるのも 2,3 時間濡れれば済むことだから、多分いろんな苦情は来るかもしれませんが、大丈夫大丈夫っていうことで楽しくのんきにスタッフの人車でなければもう朝からお飲みください。ギョギョギョだ。まだ来てないから4人禁止のこちらに自分が入れないということは嘆かわしいと。なぜかというと、ここに女人禁止の寺に入った女性にはたじまじ邪神になってしまった理由がいくらかあると、ここに入りなさいと言われるんだが、その時の嘆く場面があるんですけどね。以前の前に亡くなる女の魂を雪で生まれてしまった運命が悲しいと。ならばその魂を沈めるためにも自分は入り一家に入ると、そこの罪を犯してもいい。
邪神になっちゃうんだけども、この邪神になったこのアドは山飯の引力によって魂を沈める、常識を外れた未来の反狂乱狂ってしまうっていうか、そういう状態になるわけだから、なればいいんだけれども、なりですね。形にばっかり表現するだけの芸じゃなくて、思いを体で表現している部分がいっぱいある。踏み出したのに、そこでちょっと一人で酒飲む飲もうかなと、そこですね、そこを見れた、それを見たいがためみたいなことですね。神に捧げる舞を演じて大多数の皆さん方に楽しんでもらうという、神が楽しむのが神楽と宮津に言われました。そういう覚悟を生かしながら一度これから頑張ってまいりますので、本当にありがとうございました。入江さんがどうしても棟梁を前に出せということなんで、一人で作りました。自分の仕事を誇り投げて、ただ働きをさせてしまいました。じゃあまあ、夜上がって、一人で飲むことに、それでよろしいですか。棟梁も岩戸から出てきまして、晴れまして、で今日雨だったのに、曇りになって晴れになって、まさに、これから被災地も明るくパートナーし、日本もパーッと明るくなし、次は世界へ行きたいなと思います。ありがとうございます。女の子世界に上がれず、ちょっと残念な。木村は西武岩手東京事務所の専従になっていた。移動式神楽殿の次の行動に打って出た。杉本や入江、足利の仲間もいた。舞台は明治神宮三宮殿。早知根武神楽一座は前日に奉納を済ませた。竹神楽はテンポが速く勇壮だった。優雅な大津ぐない神楽とはまるで違っていた。木村たちの企画した明治神宮早知根竹神楽公演は350席2回公演ともに満員御礼となった。神楽殿の素晴らしさは本当にある。